CGS オー,ーの皆様こんにちは神谷宗平です本日もじっくり学ぼう日本経済お送りしていきたいと思いますゲストは弁護士の長野聡さんにお越しいただいてます長野さんよろしくお願いします長野と言いますよろしくお願いします,しします今回初登場でね、はい、なんで弁護士が経済の話をするんだということで皆さんちょっとうんと思われてると思うんでまずちょっとご自身の自己紹介をお願いしたいと思います、はい、えっ、ー、とあの1962年に大阪で生まれまして であの学校を出てからあの日本銀行っていうお札の皆さんのおなじみの会社あると思うんですけどお札の会社に32年ぐらい勤めまして、はい、それでこの2月に辞めて3月から弁護士をやってるということで、はい、日銀にいる時に神谷さんに龍馬プロジェクトでお話をさせていただくご縁がございまして、まあ、経済とかお金の話を申し上げたら、まあ、それ以来非常に意気投合するところがありまして。<laughs> あのまあ、この男気のある若者にいろいろ分かってもらいたいなということで経済の話をしておりましたら、まあ、弁護士になりましたんであの日銀の時はなかなかいろんなことも難しいこともあったんですけどももうちょっとこうざっくばらんにお金の話をしてくださいということで今日は参りました。 まあ、なかなかですね日銀にいて本当に僕らにあんなフランクにいろいろ教えてくださる方がいることに僕は衝撃を受けてましたしまあとはいえなんかこうお仕事のね邪魔になってはいけないんであ,のあんまりこうあのこういうところに引っ張り出してはいけないなという僕のあれがあったんですけど。 やめられたと聞いた瞬間にですね、ではということですぐにすでに交渉しまして快諾いただいて今日がありますということなんですけど、まあ、特に今あの僕意識改革大学っていうネット大学も始めていてですね、はい、結構主婦の方とかも来てくださってるんですけどす、ねはい、やっぱりみんなお金の仕組みとか、はい、どうやってお金でできてるんだろうとか、はい、学校で学んでないので、はい、知らないんですね。はい ですのでやっぱこういうことはもうプロに聞いた方がいいだろうということで、はい、まあ今回は奈緒、はい、さんにです、ね、数回にわたってちょっとお金の話ということで中学生でも分かるお金の話だということでお聞ききしていきたいいたと思います。あのー、私、大阪での支店で副支店長ってやってた時には金庫の鍵も持ってました。で、うん であのまあ、大阪支店って長野島にありますし東京は日本橋の水越にありますし全国各県に1個ずつぐらい日銀あるんですけど、うん、まあ実はあ,のあそこは銀行がお金を預けに来て銀行が持っていくんでもうお金がすっごいあるんですね,ねであんまり大きいこと言えないんですが、はい、多分そこの金庫の会金持ってまして、はい、毎日のように何億何千億っていう金を見てきましたから、はい、今日は30年間お金が私に語りかけてきたことを。はい まあ皆さんちょっとでもですねこういうふうにお金は行ってますよというお金に何かあってご説明を申し上げたいなと思いますのでその話ちょっと僕は切ないのは長野さんが不信任をされてる時にお金の見学会があってね行けば見せてもらえたのに。 僕はその日が会わなくてままた今度と思ってる間に東京に転勤されそして結局行けずじまいで退職されたの一応模擬券ではあるんですけど1億円持ってもらって1億円持つ体験会っていうのがあってそうそれやりたかったですでも今日は日銀の本店の見学に行きますと1億円持つけど持つだけであと返してもらうんですけどはいそうですかええまた一回ねやってみたいと思いますけどはいすいませんそれましたが今日本題の話をお願いします でまあ、あのちょっとこの画面でも用意してあのテーマで「一宮を照らす」なんていうちょっと仏教っぽい言葉から入りたいんですけど私そういう意味じゃ、まああまりお金のこと以外よく分かってないというかお金の話しかあんまり詳しくないんですけどまあ、そのお金っていうのもまあ一つの社会の、まあ、美容師の方は美容院だったり、はい、例えばあの お医者さんだったら医療のことであったり農業をやってる方は農家のことだったりまあ何でもいいんですけど物理の勉強してる方は物理とかいろんな社会のそれぞれの一遇を皆さん照らしてらっしゃると思うんですけどまあその社会私もそうですね55なんですがこのある点を非常に突き詰めていくとまあどの職業でもどういう,こう研究のテーマであったりどういうことであってもこう結構真実の。 にこう触れるる瞬間ってあるんですね、うん、でそれはお金もそうなんで今日はその,、はい、あの私の得た真実みたいなことを話したいと思うんですけども、うん、これはの、えっと「伝業大師」という比叡山の延暦寺の回訴した最長法師の言葉なんですけど、はい、まあ一宮を照らす、まあ、人誰々誰しも使命を持って生まれてきてこの,この一宮を社会の一宮を、まあ、突き詰めてみてたらどういう話が見えるのかっていうことを、はい、お金について言って。 でそれは彼女もお金は当然皆さん関心があるし使ってると思うんですけど皆さんの自分の仕事とか今のテーマの中でどういうふうに突き詰めていって真実に当たってそれを世の中の人にどう返していくかとそういうことのヒントになればいいなということで「一号を照らすお金バージョン」というつもりで今日の題にさしていただいたってわけですで。けどまあ比叡山の あのこれはもう伝教大師さんは亡くなられてますからもうあの空海と同じ頃の人で800あの <laughs> 亡くなってから800年ぐらいも経ってる方なんですけど、はいえー、今の延暦寺の前のお総長さんに書いてもらった「一軍を照らす」という額でありまして、うんはい、結局人が宝であるということでありましてこれはこの,あのネットテレビにも合うと思うんですけど、うん、結局人が学び、うん、一軍を照らしていくことで社会をよくしていこうじゃないかという思想で今日はこれを挙げさせていただいたと。はい 一応3回か4回かっていうことを考えてまして、はい、今日は紙のお金は、うん、なんでお金なのかっていう原理、はい、でそれからスイカとかイコカとかああいう、うん、このプリペイドカードがどうしてお金がのかの二 2>,、はい、2回目で,すでお金ってどういうふうになり立ってんるのっていう話を3回目にして最後ビットコインでのとか応用問題で、うん、まあ締めくくれば,、はい、ればなあと思っております。はい、それでじゃあ 話をおよろしいす紙のお金は何でお金なのかということなんですけど皆さん何気なく使ってると思うんですけどあの一万円札って原価ですねあんまり大きい声で言えなくて10円から20円の間で変動してるんですけどあれ紙なんですねただですね普通の紙ではて結構凝った紙であの紙ってあんまり日銀が企業秘密だから言えないですけど特殊な紙であの紙を作ること自体がかなり難しい偽造しにくい紙になってますしあの印刷してるインクも特殊インクだし。 まあちちこっちに秘密が隠されていて偽造、うん、できないようになってるんですがそれでも、はい、まあ紙は10円から20円でできるっていうことなんですね。はいうん、じゃあなんであれ1万円も価値あるのかと、うん、5000円も価値あるのかっていうとあの当然ですけど皆さんがあの私がお店で使う神谷さんに渡せば1万円と思ってくれるという、はい、暗黙の了解があるんです,よそうですね。 これ暗黙の妖怪っどこから来てるんだっていうことでそれ崩れちゃうと使えないですよね。うん、確かにあじゃゃんっって思っちゃえば、うんうん、でもそれって現実になったことはいくつかあって、はい、例えば戦争あの太平洋戦争終わった後、はい、あと日本政府は古いお札をうラージこの深淵に切り替えて。はい 古いをさず紙くずになっちゃったりとか江戸時代の明治維新の時は明治維新政府は幕府のやった紙はことごとく新切り替えで無こうにしちゃったしソ連の末期なんかはいわゆる共産党政権誰も信用しないねっていうとルーブルは紙くずになりみんなドルでやってたみたいなもっと華々しいのはアルゼンチン20年前に中南米危機ってあったんですけど政府が「アルゼンチンの通貨ペソいいよ」とドルを 通貨にしよううじゃないかというと、うん、ペソも紙崩りになったって、はい、ということもありましたし、あのー、もうちょっと言うとその第一次大戦後のドイツとかでも、はい、物価がすっごい上がってインフレになったことがあったんですけどそうするとこの札束すっごい持っていかないと毎日物価が10ずつ上がるみたいな、はい、そうするとこれ紙崩りになり、うん、もうなんかあのえ桁が1億マルクとか、はい、で次は2億マルクっていうと1億10マルクとか、うん、もう10ぐらいどうでもいいみたいな。はい そういうういい形でで紙くずにもなるっていうことこ、うん、だからやっぱり安定してるって大事そうで,す、ね、でその安定って当たり前と思ってますが、うん、崩れると、うん、もう経済社会がめちゃくちゃになる、ねはい、っていうことが、まあ、紙のお札が安定してると、うんはい、で今日はその金の問題を考える場合のキーワードは信用なんですね、うん、信用されてる信用してるっていうことが大事で、はい、その信用ってどこから来るのっていうと、うん つ条件がが一、はい、は偽造が少ない、うんえ。紙としてあっちこっち偽造があると、うん、まあドル札とか結構偽造あるんで <laughs> アメリカとか旅行したらわかるけど100ドル札とか出すと、はい、えっって本当って言われるだから偽造が少ないっていう物質条件、うん、これは紙と印刷が、えー、しにくいようになってるかとか。はい まあ、いわゆる悪いやついたら警察捕まえるとかそういう条件になっているそれから社会条件としていつでもどこでも銀行とか ATM が安定して引き出せると、うんはい、アメリカ旅行行くと ATM ぶっ壊れてたり、はい、中国山奥行くとそんなのないよっていうこともあるミャ、はいうん、ンマー行くと銀行があんまりもともと発達してないから、うん、札っていうのを流通する人がいなかったりと、はい、だからいつでもどこでも銀行や金融機関が経営が安定してて、はい、えいつでも出せると。れは、うん、番目に インフレにならならいいというか物価が安定してるだから同じ1万円は明日も1万円で買えるね、うん、だから物質条件そういう社会の条件それから経済の安定、はい、3つの安定がないとお金は金足りえないんです、うん、っていうことがまあ紙のお金はまずお金ですかっていうことですね、はいうんで。でこれがちょっとあの画面が変わって各銀行でお札の枚数を人口で割ってみたら、はい、日本人がいかに札好きかっていうんですけど、うん。 大体アメリカと日本が100枚ずつですけど、はい、イギリスとか、まあ、カナダやユーロなんかは半分ずつぐらいしかないんですね。はいうん、で例えば僕、ロンドンにいたことがあるんですけどイギリス人の秘書さんの財布にいくら入っているのというと300円とか400円しかあって日本人のおじさんの財布とかだと、まあ、2万か3万か若い子だとあんまり入れてなくて最近スマホとかで、うん、まあそういう話は最近後でやりますけども、うん、日本人は札好きですよね、うん。そうですね。 ななんでで続きなのかでこれアメリカは102枚で多いように見えるんですけど、はい、でも実はこれ世界中の枚数が入っちゃってるんでアメリカの FRB っていうアメリカの中央銀行が出しているドルでアメリカで流通しているのは3分の1ぐらいです、はい、本はすかだからやっぱこれ言うと33枚ぐらいがアメリカの、うんはい、で流通してアメリカ多いと思いましたもんでいうと ヨーロッパでも日本でもドルでもいいですよっていう店は、はい、まあ特に新興国めちゃくちゃ多いんで、はいうん、ドル札がすっごい多いんですけどアメリカのドルの3分の2は海外流通。うんうん、だから偽造が多いですね。ねドルはどこでも使えるじゃないですかで、はい、日本ってほぼ日本でしか日本円使えなくて、はい、だけどこんなに多いのは日本人が札が好きなんですよ、うん、日銀が愛されてるわけじゃないんですけどなんといってもきれい安全、はい どこでも使える、うん、しかももうちょっと後で言いますけど自動販売機と駅で使えるのがでかいんですね、はい、で最近自動販売機も駅も、ね、<の> IC, IC になってきてるからちょっとどうかだいぶ危うんですけど GDP で見ると圧倒的にお札出てるのかりますね,す,ねすごいですねすごい額で札が流通しているというのが日本で a t m 一回だいたい四万ぐらい引き出してますが、うん、ほとんど海外引き出しておりません、はい えー、大体これ全部円換算してちょっと古いデータですけど、うん、で自動販売機がめちゃくちゃ多いんですね。多いですねこんなな多いい国はもう世界じゃないです、ねえー、で本当に自動販売機で何でも買えるっていう <laughs> こんな国はないし <laughs> あの多分アメリカの治安の悪いとこ行くとぶっ、うん、壊されたりしてるし自動販売機ごとブルドーザーに持っていくとかいるんですけどま,す、ね、まあそこまで乱暴な、まあ、これからハンズ治安悪くなるかも分かりませんけど。 まあこれだけ安定して札が使えるっていうだから札が例えばインフレがないとか偽造の紙とかインクがあのなかなかされにくいって言ってましたけどやっぱりそういう使えるインフラが整って、うんはい、で日本人がそう重販売機をぶっ壊したりしないとかちゃんと払うとか <laughs>、はい、そういう人だからまあやっぱり財布も立派な財布を持ってた、うん、でもちょっとずつ変わりつつあるんですね、はい。でまあここでちょっと紙あの今言ったことをまとめましたけども、うん。 まあ品質がいいとかですねでこれ実はですね歴史的な話で日本の紙が一番いいのは平安時代に中国から紙が伝わった時に、はい、ちゃんとそのなんていうんですかねえー、っと京都の朝廷が紙の研究所を作って紙屋院って言うんですよ、うんはい、だからもう紙の研究ってすっごい深くやってるんですよ。はい、であの紙のあの印刷の繊維が、うん 細かい繊維なのにきちっとつなぎ合わせてるから密度が濃いんですそこにインクが染み当たるんで、うん、あれれと同じ紙ってまず作れないへ<ー>でそこのシンクの中にいろんな特殊なインクが混じってて、はい、えとちょっと札を見せるとあれなんですけど、はい、例えばこの,こ,のこの1万円のここにですね、はいうん、特殊な ものが貼ってあったり、ここにちょっと。後で見てもちっちゃい字が書いてあって、これカラーコピーでやると潰れるんですよ。カラーコピーでできないようになってたり、こう透かしってよくありますよね。で、このインクも実は特殊なインクで、紫外線当てると光る。とか。そういうあのトリビアは山のようにあってですね。トリビアがあって。技術がね、技術が、であの外にそういう言ってることと。 ちょっと言えないようなインクの微妙な変化とか、はい、この世界の札の雑さに比べるとドル札なんかグリーンで一色でこの微妙な色の変化、うん、でこのインクの特殊性、はい、ちっちゃい字が入ってるマイクロ文字っていうんですけど、うんはい、ありとあらゆる印刷技術の粋がここに、はい、でこれ1枚16円なのに1万円みたいな、はい、これあのこれほどしかもなんかほぼしわが。うんあの これ普通に ATM で出すなんて知らないですよね、いつは2年に1回入れ替わってるんですよ。なんで2年に1回入れ替わってるかというと、皆さん方が銀行で ATM 下ろしますよね、それからまた ATM に入れたり、店で使うじゃないですか、そうすると a l s o とかそういう人たちが回収して、日銀に古い札、銀行が預金で預けにくるでしょ、それでこれ、日銀の中で1枚1枚チェックして、使える、使えないをチェックしてるんで、大体寿命2年間なんです。 いや、一枚一枚チェックするんですか？機械じゃなくて、一枚一枚昔は手でチェックしてて、で、今はあの機械を作って、もう日清もそんな人手が大変だから、あのこれを一枚一枚チェックする機械で、しかし機械は一枚一枚この例えばこのこういう字がちゃんと入っているんだろうかとか、これここの剥がれてないインクが偽じゃないかとか全部チェックしてる。ドロサとかも汚いのがあるから受け取ってくれない時ありますね。しかし日本の札で。 で時々バチ当たりだと思うのはここに髭書いたり絵描いてるやつがいてお札が泣いてますんですよ。札を粗末にしていいことはないです。よ。兵というじゃないですか。神は総兵です。兵です。よ。で武さんですから神の宿る。そうそうそう。神の宿り。そうですよ。ちょっとお名前解説していただくと神は総兵の兵って札あの兵というあれ神が宿る無っていう意味ですよね。そうですそう神でだからこれはねやっぱり日本人は大事にしてるのはどっかで 札に、まあ神様というとちょっと大げさかもわからないけど、うん、お金っていうものはどっかでその、うん、なんていうんですかねもうバカにしたり、うん、えね。粗末にしたりしちゃいけない。で金のことばっかり考えてるのもあとで言うように金にとって罰当たりなんですけども、うん、粗末にすると一円に笑うものは一円にくみたいな、はい、くと、うんうん、そういう気持ちがあるんで札が好きだっていうわけなんですね。ということで、まあ、札が使われる理由よく思うとその材料を 治安がいいとかそれから経済が安定して中国の人中国人民銀行の人全く親友それ中国国家というものがいつこのまま続くか分かんないだから中国人の人は中国人の人見てたらそうじゃないっていうかもしれないと金が好きだしダイヤモンドが好きだし金とダイヤモンドは偽物も多いからロレックスが好きとか日本の高島屋に行くとロレックスは本物が売ってるとかで日本人はやっぱりさすが好きだそれは日本と。 インテグリティを信用しているかし、うん、そういうことがやっぱりあるし、うん、ユダヤ人なんか全然殺ず大嫌いダイヤモンド好きですでは、うん、デビアスもユダヤな企業なしみたいな国民性だけど時々日本国家も裏切る時があって、うん、明治維新になって否定したとかそういうこともあったたまにはねということであります。うん でお金の種類をちょっとあのし仕分けして大体前半、うん、1> の第1回目を終わりたいと思うんですけれども、はい、実はお札と言いましたけどもちょっとこれ古い2017年の10月で去年のデータなんですけど、はいえー、今お札101兆円出てます,、うん、す皆さんの財布とか炭素料金で、うん、これ日銀が金融緩和してるせいもあってすっごいお金で出てます。こ、はい、この黄色いところがお金でありまして、はい お金っていうのは日本銀行の出してるお金それから政府の出してる100円玉500、はい、円玉のコイン,コインプラス銀行のこの預金、はい、郵,便郵便局まで入れるとですねもうちょっと多いんですけども大体1,000兆したがってこういうふうに覚えておいても,もらいたいんですが銀行預金の1,000兆と日本銀行券の えこのお札の100兆で1,100兆が日本語は大体お金が出してる、はい、これがお金として,として機能している、うんだと札があちこちどこでも使えることは分かると思うんですがなんで銀行の預金がお金と一緒かっていうと。 それは次回の話になるんですがその次回に行く前に経済との話だけちょっと簡単に触れておきますとお金すっごい先兆近くになっているんですが経済横ばいこの一体差は何なんだというところがアベノミクスの問題でもあるし日銀の政策で金だけ出してもなかなか景気良くならないねというこの返りのところについていろんな学説もあり政府の考え方もありだけどあとから言いますように金は道具ですから。 お札を目的に暮らしちゃいけなくて、はい、札を使ってどう人を喜ばせるかということが大事だということで<う> 1>, 1回目、うん、1> こんな感じですがどううででしょうか。かいいいいと思います。すすりやすいですね。お金のそういうね、なんでお金が通用するのか信用するのかみたいなところは、はい、本当に日本では当たり前なんですけど、はい、この間ペルー行った時に、はい、ペルーの人はお金を信用してないんで、はい、ああ給料が入ったら何すると思います 家を建てるんですよ。だからペルーの家ってみんな建築途中でちょっとずつ積んでいくんですかお金が入ったらロレンガを買って積んでで、ある程度家が大きくなって洋上が出ては貸したりとかそういう感じなんでそれはやっぱりアルゼンチンと同じく金融破綻したことがあってある日突然紙くずになっちゃったからお金を信用してないんですよ。だからやっぱり政府に裏切られたり経済が破綻されたりして。 やっぱりこんな紙くずになっちゃうんだ,だぞと思えば当然こんなので持ってんじゃなくて物に変えたり周りっては金だったり、はい、ダイヤモンドだったり海外に投資したり、うん、まあペルーの人は家だったりとか、はい、だけどそれってハッピーなことかっていうとやっぱり経済が安定してないからなんですよね。うん だから真面目に働いてこういうものを家の中に置いといて泥棒にも取られず銀行にでもちゃんと金利がつくっていうのがいい姿だと日本人は思ってるしそれで暮らしてきたんですけどでもそれとってみんなが努力してきた結果だっていうことは大事かなと思うですすね、はい、でねそお金の発行量の話も出ましたし本当はこの辺ね、ね、まあ、うちの番組でもなんかやったんですけど、はいはい、ここら辺なんかもう本当学校でちゃんと教えたら いいなと思うんですけどあのー、よくお金の教育の問題ってあるんですけど、うん、やっぱりあの小学生によく僕ら親から金の話するなとはいああ言われるんですかいや昭和の頃の子供たちは言われたんですよね、はい、だけどそのお金の話って 昔はばっちり話したと、金儲けやはね、あんまり金儲け、金儲けと言うんじゃないと、子どもの頃に。僕は、ある意味、お金の仕組みを知ってもいいんですけど、金は道具ですから、小学生の時から金、金と思わない方が良くて、金は人の役に立つ道具ですよということはちゃんと教えた方がいい。大人になっちゃうと、金のために金を稼ぐ人いるんで、これ間違いのもとなんで。 まああのそういうことにならないような教育っていうのはやっぱり大事ですよね。うん、そうですねはい分かりましたということで今日は時間になりましたので一旦切らせていただいて、はい、また次回ですね次回以降そのプリペイドカードとか、うん、さらにはビットコインとか一体そのこの紙がだんだん紙でなくなっていってるのになんでどういう仕組みになってるのかをご説明して、はい、でも結局本質は変わってないんだよっていう話もしたいと思います。はい